はい、じゃあ報告会ということで鈴木が発表いたします。僕が紹介する論文、こちらの2つの論文について紹介します。まず回答スタイルを制御可能な生成型機械読解という論文についてです。こちらの論文の情報です。こちら、機械読解のセッションで発表された論文で、主著者の西田恭介さんは初日の機械読解のチュートリアルでも発表されていた方です。またこの論文、優秀賞を受賞している論文です。はい、概要です。機械読解において、バートなどのモデル、抽出して、回答を生成するモデル、回答を出すモデルでは、任意の回答を生成することができないという問題があります。また、別の問題として、場面に応じて回答スタイルを制御したいという問題があります。そこで、今回の、この論文では生成型読解モデルマスクというものを提案しました。このマスクは MS マルコ 2.1 において回答スタイルが異なる2つのタスクでステートオブジアートを達成したという論文です。手法の特徴としては大きく分けて2つあります。1つ目が複数テキストの要約に基づく生成型読解ということで、文章要約で用いられているポインタージェネレーターというものを語彙からの生成と質問を複数パッセージからコピー可能なモデルに拡張してこの生成型読解というものを実現したというものです。また、RNN からトランスフォーマーベースに拡張も行いました。そしてもう一つが回答スタイルを制御可能な読解ということで、ポインタージェネレーターを回答スタイル条件とした条件付きデコーダーに拡張します。これによって複数スタイルの同時学習及びスタイルを指定した回答文生成を可能にしたということになります。このスタイルっていうのは基本的には回答長さのようなもので、簡潔な回答なのか、詳細にある程度詳細な回答なのかとか、そういった意味でのスタイルだと思ってください。次に2個目の論文です。独立発話のつなぎ合わせによる発話オートペアの獲得というものです。こちらはポスターセッションのやつで、東北大の方の発表です。こちら概要です。タイマーコーパス発話オート文ペアの拡張を行いたいという点のが、モチベーションになっています。またこの対話コーパスの拡張というものは現状あまり議論されていないそうです。でその具体的な拡張の手法として今回紹介する論文では少量の初期データからまずテンプレートを作成します。そこで、元々あるデータからこうテンプレートに適用する発話応答文のペアをこう組み合わせで作ってしまうというものです。こちらが生成されている発話応答文ペアの例で、これは単純に生成されているのでちょっと分かりづらいかもしれないですが、例えばこういうコーヒー飲めっていうところに注釈が太字になってて、そこに砂糖っていう音が入ってると思うんですけども、そういうふうにこういう、テンプレートを作るときにこういうコーヒーが飲めないとかそういう発言に対して、大体そういうのって砂糖を入れたらどうとか、そういうふうにこう大体応答が返ってきたら自然だよねっていうのでテンプレートを作って、そんで、あるデータの中からそういう似たような発言を組み合わせて新しく それらしい発話と応答のペアを作っていってコーパスを拡張するというものです。でと、こちらは多分機械的な評価で、こちらが人手の評価、3名の評価者が評価したものの平均がこちらのデータになってて、やっぱりどちらの評価も高いものもちゃんとあるんですけど、やっぱり人で評価すると不自然なものというのもやっぱりちょくちょく混ざってしまってるっていうのがあって、ちょっと細かい数字忘れてしまったんですけど、実用足りえるだけの、質高品質に拡張できたデータが、確か全体の60何パーセントぐらいになっていたというそうです。今後の展望としてより高品質なデータを作っていくような風にこの研究を発展させていくという風に発表されていました。ということで、私の発表は以上で終わりにします。ありがとうございました。